朝日町は愛知県の東鴨郡に属していた町。2005年4月1日、藤岡町、小原村、阿助町、下山村、朝日町、稲部町の4町2村が豊田市へ編入合併され、朝日町は廃止された。奥、矢萩湖愛知県の北東部に位置し、岐阜県と県境を接している。南川高原の北西端に位置し、面積の81%は、 三輪原野が占めている。矢作川の上流部に位置しており、岐阜県との県境には、矢作ダムと、それに伴う奥、矢作湖が広がる。最高標高地点は駒山であり、ついで、草壁上市、朝日高原である。集落は、標高120メートルから400メートルの間に、点在しており、矢作川やその支流沿岸に多い。1947年に、 学生改革が行われた際、後に朝日町となる地域には、計2中学校1分校があった。1947年に、学生改革が行われた際、後に朝日町となる地域には、計7小学校1分校があった。朝日村道路原表町内に、鉄道はなかった。地理的な最寄り駅は、林県の明智鉄道の明智駅となる。 小当たり温泉朝日町は水の里百選に選定されていた。ありがとうございます。